ヤッホー、しおりです。ゆきです。今日はまた伊勢崎モールに来ておりますということで、福富町第2弾韓国シリーズでございますということでですね、今日も、韓国料理を食べに行きたいと思うんですけども、はい、みんな大好きあのチキンを食べに行きたいと思います。ヤンニョムチキンとか知らない？韓国のチキン。なんか知ってる。韓国ではビールとチキンを一緒に食べることをチメって、チキンとメッチュってビールっていうのを略してチメっていうぐらい、向こうではビールのお供としてチキンをよく食べるんですよ。それを今日はやっていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それじゃあ福富町国際商店街にやってまいりました。で、今日入っていくところはこちらでございます。じゃじゃーん、金庫です。イエーイ。私はもう何度か来てるお店なんですけど、こうやってねチキンが売りなんです。じゃあ早速入っていきたいと思います。チーズタッカルビありますね、ここ。しかも美味しそう。毎回食べたかな、美味しかった。あとタッカンジョン、鳥系が強いのかな。こっちのタッカンジョンは好き。こっちのタッカンジョンの皮が惜しい。なんでそうなっちゃった。うん、この辺大好きなとこですね。チムタッとかも大好き。ありました。チキンです。今日は普通のフライドとかでもいいんだけど、照り焼きチキンとかも食べたことない。何にも食べたことない。いや、これママがよく持って帰ってたから、うんうん、ちょっと甘辛いやつね。こうやってハーフ&ハーフって言って2種類のやつを頼むとちょっと安くなるみたいなセットがあります。これも美味しいから、こうでもいいなと思ったんだけど、どっちがいいですか？これ食べたい。じゃあこれとこれのハーフね。うん、とフライドチキンとヤンニョムチキンのハーフ&ハーフと生ビールを2つください。で、じゃあまず乾杯していただきます。韓国といえば、なぜかこのドレッシング。で、周りの人とかもちょっとさ、なんかざわざわしてる。知らない味だよ。え？知らない味？リンゴドレッシングじゃないの？美味しい。焼き流し。焼き払いじゃない。韓国のチキン屋さんに行くと本当に、それが来ました。ヤンニョムチキンと、うちがフライドチキンです。おいしそう。それじゃあチキン届きましたんで、早速食べていきたいと思います。で、チキン届くと、このお店ではこうやって手袋をくれるんですよ。で、この手袋はそのヤンニョムチキン食べるときに手が汚れちゃうんで、右手だね、利き手の方でつけて食べます。でも、いらない人はつけない。私はつけないことの方が多い。じゃあ私から食べていくね。じゃあゆうきこっちが好きだから、私はこっちのこの足食べる。ゆうきはこっちの足食べる。はい、じゃあ早速ヤンニョムチキンから私は行きたいと思います。まあね、久々食べた。おいしい。ちゃんとね、ふにゃふにゃになってなくて、衣がサクッてした。サクッからのめっちゃしっとり。ここのヤンニョムチキンはあんまり辛くない。自分よりにしてくれてるのこれだ。
しちゃう。でも俺ブリッコリーいただきます。いや最初の3日間ぐらいは、うん、まあ割かし皮だけ食べちゃった、熱い。よく歯の皮かな。おいしい、サクサク。確かにこれだけじゃ物足りないかも。なんか味付け欲しくなった。ここに塩コショウがあるよ。つけてみよう。じゃあそんなに？久しぶりにただお迎えだと思う。なんか私がこの辺りをおすすめする理由がもう一つあって、この理由が、皆さん横浜に遊びに来るとしたらみなとみらいじゃないですか。みなとみらいに遊びに来て昼ご飯どうしようかなってなった時に、野毛に来る人もいると思うんですよ。野毛で飲んでから帰ろうかなみたいな。野毛で飲んだ後、ご飯食べた後の2軒目とか、逆に先にこっちに来て野毛で飲んで帰るとかもできるぐらい、野毛とここってすごく近いんですよ。もう歩いて5分10分だよね。あの野毛の端っことここがもう橋1本で繋がってるだけなので、もう歩いてここまで来れちゃうんですよ。だから横浜に遊びに来たついで、港未来に遊びに来たついでに、ここにもすぐ来れちゃうっていうのはすごいメリットだと思う。なんかわざわざ韓国料理食べにここに来るっていうのも、遊びに来たついでに食べれちゃうんですよ。ケバブス、韓国チキンは周りがサクサクでないとね、ケンタッキーみたいにしっかりだと違うんですよ。いい感じそう。喋っちゃって。はい。にゃあ。はい。はい。はい。こうでしょうでしょう。何個でしょうだろうね。二人。三個。じゃんけんぽい。美味しかったので。お腹いっぱいだから少ないもんでした。そっちの方がでも一個のパンチが強くないなんか。あのそっち飽きた、これ飽きるんだ。盛り付けるって。実はここの隣のマナーっていうところが資金を始めたんですよ。多分ここに何の断りもなくいきなり資金を始めて、最初ここのママがね、すごく気分を害してたの、勝手にここの看板メニューであるチキンを始めやがってみたいな感じで怒ってたの。しかもなんか人気になっちゃうんだけど、やっぱここ美味しいよ。美味しい。あとあのチキン以外のご飯もすっごく美味しくって、韓国料理って結構スープ系、まあ、キムチチゲとかはもちろん、あのコムタンって言ってさ、牛テールスープ、ああいうのとか美味しく作るのは結構技術がいるんだけど、ここは本当に美味しい。多分厨房にいるおばちゃんがね、めっちゃ料理上手なの。ここ本当おすすめです。ごちそうさまでした。食べ終わりましたが、いかがでしたでしょうか。美味しかった。ちょっと変わったイメージ、うん、まずなんか全然辛くなかったから食べやすかったんじゃないか、うん、ね、私手が汚れないのが嬉しかった。じゃあこの手袋は正解ですね。大活躍。また次食べに来てくれるかな。迷った。はい、ごちそうさまでしたということで、今金庫出てまいりました。チキンね、美味しかったということで良かったです。
今度はまだまだ行くお店この辺いっぱいあるし、こうこのまままっすぐ歩いていくともう野毛に着くんですよ。だから、まあ、野毛とかも歩いてみてもいいし、今度桜木町からここに歩いてくる道順とかも案内できたらなって思うので、また気になるお店とかあったらコメント欄でもお待ちしてますんで、ぜひコメントしてください。それでは今日のチキン美味しそうだなって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。